GoTo ト,トラベルの対象に東京都が追加された場合東京都は都民が都内を旅行する際の代金を補助する独自の制度を検討していることが関係者への取材で分かりました政府は GoTo トラベルで来月1日から東京都を対象に加えるかどうか感染状況を踏まえて最終判断するとしています。関係者によりますと 対象に加えられた場合、東京都は観光バスツアーなど都民が都内を旅行する際の代金を補助することを検討しているということです。GoTo ト,トラベルと併用も可能で、都が補助を上乗せする形です。都は今月行われる都議会で採決されれば、来月下旬をめどに開始したい考えです。